メールテーマはどうしますか今週は、うん、どうする、うんね、ああどうするそのさっき の, あのゴルフバッグの友達みたいな若林君みたいなちょっと変わった友達か、もしくは。俺の周りほんま変わったやつばっかから、ほんまにもう。変な、変な。大体あれ同級生、宮底の同級生ってもう、もちろん年齢的にもそうやけど、もう40結婚してる。大体してるよ。してるでしょ。うん。結構うち独身おるし、バツイチおるし、バツイチの方がまだわかんねん。うん。まあ、一度は結婚してるから。40超えて、バツイチの方がまだわかるけど、一、うん、回も、うんしてなくて、42で独身っておんのよ。うん、何人か、うんうん。それのが俺分かれへんねん。何を、普通さ、うん、結婚とか考えへんのとかって。うんうん、どう、だから若林とかさ。例えば、蛍原さんがね、うん、今この世界じゃなくて、うん、普通の一般で働いてる人間やとして、うんうんうん、どうなん結婚はできてる方なんだって蛍原さんブスじゃないですか。あのさ、ブスやから結婚できへんとかさ。いや、ないですよ。かっこええから結婚できる。はい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 。これは、確率。間違い。確率ですよ。うん。だから、うん。蛍原さん、うん。ブスじゃないですか。まあ、それはブスは認めるわ。ブサイクじゃないですか。ああ、ブスは認めるわ。ブスでしょブスや、もうブスや、ブスや、ブスは認めるけど、なんやねん、その後は。だから、うんうん。一般の人やったらどうやったのかな。できてないわできるわけないやろそんなもん。ちょっと変わった友達分かっとるわ俺も